どうもこんにちは、フルチです。今回も三国志ダーティンやっていきたいと思います。さあ、効果防衛のために出陣したのかな。確かね、流氷軍が10万くらいできて、それに対して我が軍も10万くらい出したってとこかな。いや、10万もいないな。あれ、これまずいんじゃないの。さあ、逃げるしかおった孫策は短期で森へ入って待ち伏せしていた賊に吸収される。なんだと。報告にござる。一つ思いついた。構わん。まさか。この孫白府に逆らうか。なんと。これが結果だ。なんだと。さあ、孫策が死んでしまうってとこですよね。孫策の容体は日々悪化の一途をたどり、余命を悟った孫策は枕元に主だったものを集めた。そこで孫策は自身の後継に弟である孫権を指名した。兄上、何とぞご再考を。私には荷が重すぎます。お前にしか負えぬ荷だ。しかし兄上に比べて我が力はあまりに弱く。俺の才は敵を討ち戦に勝つ才。お前の才は味方を生かし世を滑る才。父上と俺には覇王の道しかなかった。お前は違う。白府、後金、見ろ、父上の志と俺の夢。こんなにも多くの者に託せるとはな。ああ、あとは私たちに任せて。休め、白府。悔いはある。だが幸せだ。私は父上や兄上とは違う。天を思い歯に夢することはない。では何を望まれると。私は土を尊び人を愛する。孫家の旗の下皆を守りたい。天下の万民を守り乱世の荒波を鎮めたいのだ。兄上には甘いと笑われるかな。いえ、きっとお喜びになられましょう。高等の小覇王孫策散る。覇に生きた英傑は後継に心優しき弟を選んだ。乱世の中で一つの日が沈み、今ここに新たな光が産声を上げた。
さあ、以前見たムービーですけどね、孫作軍の武将なんでね、一応見ましたけど、まあ多分あの船の下にはね、宝生もいるんでしょうね。いや、忘れてもらっちゃ困りますよ。今はもう周遊にね、次ぐ実力者でしょう。太子寺戻って、太子寺。城が、城が危ないよ。じゃあ、あいつには軍祭というものがないんだ。超吉川晃司さん、ちょっとやめて。まずいな、ちょっと。なんでこうなった?兵力差が。まあまあまあ、しょうがないな。援軍来るんで、ちょっと最初耐えようか。舞台少な。二人しかいない。全軍、勝つべくして勝つのだ。これ撃って出たら死ぬな。とはいえ俺は弓なんで、縄文付近にいて、お前はね、縄文の前にいる。分かったぜ、お聞きください。援軍早く。あいつらアホか。あーまあまあしょうがないね。援軍は必ず来る。よし、さあ行くぞ。二部隊来たな。あー弓部隊ですね。お前も俺らと同じく周辺に来い。かしこまりました。上から撃つぞ。原作弓多くない。ちょっと太子寺が来ればね、あいつどうせ学費行くぞ。良き案がある。いやいや言われずとも私がやるよ。お前あんまり騎馬隊1万7000引いてんのか。強いけどあれだけかな。敵の援軍が来るか分かんないからさ。でも裏取るのは難しいね。かしこまりました。お前どけ先に。今こそ攻撃かかる。ちょそこ入って。ははよし、かしこまりました。降りちゃうな。多分指示しなくても撃つよ。かしこまりました。力を示せ。撃ってる撃ってる。全軍今こそ奮起せよ。良き案があります。勝手に俺になったな。ですね、右から来る9500に対し援軍すべてをもってし攻撃しろ。正面の部隊に関してはまあ問題ないね。いや全軍は出しすぎだな。太子寺、太子寺弓なんだ。少ない、そして少ない。ちょっと兵力よくわかんないな。吉川さんだけねちょっと一緒に残ってもらおう。お任せあれ。運転作る機会です。まずいぞ。みんなみんなというか流氷ね止まってるんで、もう撃って出よう。問題はないだろう。お任せあれ。ちょお前らもねもっと激しく撃って。かしこまりました。無理か。いい方法思いついちゃいましたよ。かしこまりました。退却しろ。この一撃受けられまい。さあさあ追いついた追いついた。お前は何を持ってる。我が力思い知るがいい。よし、我が軍も中にいるのじゃつまらんな。出よう。かしこまりました。よし、ここだね。後ろ山か、挟めないんだね。お前じゃあもうちょっとさ横から。かしこまった。よーし、ははっ。吉川さん、何これ、なんて言うんだ。そういえばね、生放送の時に吉川さん用に、ね、特技作ってもらったらしいですね。いや、この言葉がね、好きらしくて、まあ読めないんですけどね。リフ出てきたな。やるか。お任せください。ちょろいな、こちら。お任せください。撃て撃てー。我が力その身で死ね。援軍は敵来ないね。
当に来ないか。隙はなかったな。我らの勝利だ。いや、学費の方が偉いのかな。何、6位だと。まあまあまあ、戦的にはそこまでしないからね。やっぱ弓部隊ってね、その役柄的に際立った活躍はできないよな。皆の者、行くぞ。良き案がある。誰誰の指揮を任せる気だ、こいつ。お届けいたす。あ、弓部隊3に槍部隊が1と。お任せください。ではじゃあ、良き案があります。お前はね、城門の前に立ってろ。さあ、全軍でまずは我が部隊は城壁に立って、ちょっとあいつら正気が。さて、戦の作法を教えてやるか。敵の援軍だよな。許さねえからな。出るんだね、まあ、悪くはないんだけど、これ俺らも出ないとダメなパターンじゃん。ほら、おのどけ。行くぞーって。かしこまりました。防衛側なのかよくわかんないな。良き案があります。もしかして攻撃側かな、こっちが。みんな一気に勝負を決めようぞ。大丈夫かな。我が軍は部隊の壊滅に努めよう。かしこまりました。超員の階層が目標か。挟んでくれないか。旧兵攻撃陣、旧兵が近くにいない。押している、めちゃくちゃ押している。皆の者、ここが正念場だ。ここまで。押すだけが戦ではありません。そうですか。おえおえ、撃て撃て撃て。弓部隊が多すぎてね、ちょっと使いにくいな。もう許さねえからな。あ、副将に孫権がいる。君主だろ、孫権って。部隊長でもなんでもないんだ。こっち狙ってる。かしこまりました。ああ、今違う部隊とやってんね。ならばそっち狙うか。かしこまりました。関寧と陳部。関寧勝てるはずがないんだよな。反抗派の前に立つとはな、命がいらんと見える。命が惜しけりゃそこをどけ。まあ結構強いんですけどね。その身で死ね。あ、そんなにないんだ。我が力。いきなり必殺。大丈夫、耐えた耐えた。さあ仕返しだ。結構いいね、頑張ればいける。そんなに必殺の打ち合いしてんの、うちら。大丈夫、死なないよね。よし、死ななければ何でもいいんだよ、負けたとて。くそ、ろくな采配がねえな。よし、今だ。かしこまりました。結構近づくとね、わらわら感ありますよね。まあ、でも兵のね、模写描画はね、信長の野望想像の方がリアルですよね。しかも新作もっとね、近づいてやる感じなんで、すごい楽しみだな。やるやる。関連行ったね。信長の野望もね、ついにもう2週間ですよ。あと楽しみだな、本当に。いざ覚悟せよ。屈辱
ったのか。じゃあ今回全然活躍してないぞ法政。10位ちょっと槍学ぶしかないかな。まだ来んな。酵素か。あいつは殺した方がいいよね。前回ね殺し損ねたんで、これはねやらないと。あいつら今野戦で出てった。なんで我が軍も行こう。行くぞ。采配震えない。じゃあいいや、見とく。あれ敵軍10万だよね。弱いな10万って。我が軍のね5万くらいなものかな。着手する。能力的に言うと。何いきなり絶戦で断ろう。またこいつ商人か。少し私の理屈を。お前が勝てるわけないだろう。主張連打しとけば勝てるね。さあ逆に金を奪うっていうね。若干法政の悪党ぶりもありますが。おかわりはありません。いや奇遇ですねこんなところで。やっぱこの色がないとね。報告します。何ロコか。まあ久々だ、言ってやろう。後世が倉庫に撃たれる。ああ後世死んだんだ。まだ集まってねえのか。全部もらおう。じゃあ待っておくかな。十何日だったんでそんなにないでしょ。さあ呂布軍の滅亡近いって言おうとしたら滅亡しましたね。さあとうとう呂布も行ってしまったか。これじゃあ次ってさ孫権軍狙ってくるんじゃないの。報告します。じゃあ見て見て。報告します。今から行くんだって。空気読もうぜ。表情を始める。お、あれ変わった。トト君になった。もしかしてあんな感じだっけ周囲って。状況で言うと、まあ、劉表がねいて、まあ、酵素がここら辺にいるんですよ。で曹操軍ですね。前の呂布編の呂布みたいになってんな。こうなると孫権軍勝ち目ないよねっていう話があります。商業めっちゃ上げようとするね。申し上げまする。民心を上げる。ロコうちだもんね。ここ重要ですよ。いやいや何を言っているんだ。商業少し上げて、農業もちょっと上げて、文化もちょっと上げるんだよ。バランスこそ命。検索いたす。即もござる。吉川晃司殿。話があります。お聞きください。このようにこのようにちょっとあれだな。人心力がないかな。容易ではなかろう。それはさすがに無理があろう。ちょっと待って、俺もね、俺も絶戦仕掛ければ勝てるけど。提案者、賛成者がいないから。ここは引いてもらわねばならぬ。それがしを簡単に動かせると思わんことだ。吉川さん結構頭いいですね。それは道理にあう。何を言っておるのか。おすごい読みがいいですね。刮目せよ。断じて認めんぞ。個人に曰くこうあるのじゃ。何を言っておるのか。お勝った。分からぬが、それがしの方が上手であったな。うん、感謝の気は。こうなるか。そう、これ俺重要なんだよ。どうなったの。報告します。いやちょっとね、人との仲を深めないと。報告します。提案聞いてもらえないよな。構わん。お手伝いですか。いいですよ。変わりないか。すまんな。私の統率力があれば訓練など耐えやすい。使命どうなったの。商業を上げときゃいいんだな。農業はもう上げてるんで、まあ勝手に達成するでしょう。報告します。九兵か。やってくれ。構わん。ちょっと手伝ってみんなとの仲深めよう。すまんな。法政の相関図見ますか。これですよ、これ。これはこれはだってね、
知り合いがいないってレベルだもんね。なのでちょっと広めよう。これ過去最低ですよ、こんなに人知り合いがいないのは。さあまず帰って。行くか。どうも。あ、こんにちは。ロシャク殿。ご。またお前か。どんだけ金を。多分よっぽどね、ここら辺でむしってるんだろうね。多分関東とかギリむしられてるんじゃないかな。何をおっしゃっているのか分かりかねます。4ターン目第一章だと思うんで、ここで第一章打てば勝てる。この論理のどこに穴があるかですよね。パターンがあるからな。NPC はね、必ずラストターンにね、必殺とかね、大地を持ってくるんで、簡単に読めますよね。最悪なければ防御しとけば、なんとかなる場合もあるからね。手伝いますよ。息災か。これはこれは、大層なもの。大層なもの。長領が曹操軍の配下に、まさかの。ふん、こうか。光純は生きてるんですかね。かような守備となりましたぞ。光栄の至りにございまする。お、まだ45。消去は90なんでも上げなくていいからな。いや。あいつ武力2なんだ。一般人より弱いんじゃないか。お、元気か。あー、お前か。さっき一騎打ちで負けてたよね。あいつらも協力し合うんだね、ちゃんと。おかわりありませんか。すまん。なぜ自分から言わせてほしいんだけどな。おかわりはありません。まあいいや、行ってくるな。やってやるよ。さあ、処置とかとね、仲深めたいんだけどね。ふん、こうか。こう出たか。感謝の極み。特権あるから戦仕掛けようかな。でも曹操軍と隣接しちゃうとこはあんまり取りたくないからね。さあ劉備どうなるんだろうな。同盟切れた瞬間ね、やられるよね。これはこれは、はい。お、75。もう一回あげてか。なんかあげればいける。よくぞおいでくださいました。なんでもゴミでもいいから。これはこれは大層なもの。で、お話が展開すると、とある巧妙な学者が世捨て人になってしまった話を聞いたことがありますかと。書物がある。一冊。これね、買いに行くやつか。ああ、買いに行くやつですね。じゃあ書庫にないじゃん。ないよな。行くか。まあ行ってくるか。これで結構時間かかっちゃうからね。報告します。よかろう。本当ならもっといろんな人との絆を深めたいんだけど。ちょろいな。多分統率かな、関係するのは。知力かもしんないけどね。でも呂布でもよく潜入成功してたんで、知力ではないよな。あいつはね、ないからね、そんな。向かう。おつむがね、多分一般人の半分以下なんで、多分統率なのかな。それか運かですよね。ただホース今一回もね、止められてない。一回止められたっけな、はずなんで。行くか。ないと思うんだよね。お、何。曹操軍対劉備軍か。承知いたした。なんだと。誰もいねえじゃねえか。まさか。おお。さあ劉備は炎章を頼る。
なんたる屈辱か。義に従えば格のごとし。お、長領。断る。所見を聞こう。三つの罪とは？まず貴殿は劉備殿と生死を共にする誓いを立てておられるはず。劉備殿の生死は分からぬが、もしまだ在命で存命で貴殿の助けを求めたとき、貴殿が討ち死にしておってはどうなりますか？次に貴殿は劉備殿のご家族を託されておったはず。彼らを打ち捨てて何となされます？第三に官室を助けるという大義を忘れ、ただいたずらに主婦の湯を振るわんとしておられますと。一理ある。残留だったと。聞いてくれ。条件が三つある。官が下るのは官室に対して、曹操ではない。兄者の行方、兄者の奥方様方には、兄者と同等の地位を与え、何者も門内には入らせないと。最後に、兄者の行方が分かったとき、直ちに曹操のもとを去ると。よいか。最後の一つね。リービーが生きていればすぐ去っちゃうわけだからね。うん。そして木戸場だけ受け取るんだよね。なんと、たやすきこと。この恩義生涯忘れませぬ。そして木戸場って何歳なんだよって思うよね。何歳まで生きるのみたいな。よく来たな。身に余る光栄にございます。炎症もね、そら苦い返事ですよ。乱世を終わらせるため被災の限りをつく。特殊絆、無人双璧、レビ君滅亡。お、取れるよこれ。いやでも取りたくはないな。農業、商業か。ああ、自分じゃやりたくないね。さあ、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。どうしような。次はどこに攻めるか。まあ、どこにやろうとも敵がいるんで、師匠軍がね、一番楽かな。でも中央に出たいよね。ではまた次回お会いしましょう。